はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、久しぶりの案件動画でございます。ありがとうございます。ということで、本日はですね、こちら聖郷さんというもうね、有名な焼肉屋さんに訪れているんですけれども、今回はですね、こちらのね、お店さんが通販で焼肉の販売をしておりまして、今回はですね、そちらの商品の宣伝プラスお店さんの方でおすすめのお肉を食べていこうと思います。で、今回ですね、ノックさん経由なのでカメラマンで小川さんがいらっしゃいます。お願いします。そしたらね、こんな感じで早速美味しい焼肉を食べていこうと思います。行きましょう。いただきます。はい、ということでですね、ただいま聖郷さんの店内に入ってまいりました。本日はですね、オープン前にお邪魔させていただいておりますので、いろいろとね、お話説明をしながら食べていこうと思うんですけれども、まあこれね、聖郷さんという、まあ見えますかね、本日訪れているのはこちら聖郷さんでございます。今回は一応通販の方はカルビがメインの食材ですよね。はい、そうです。4種類のセット、カルビ、中落ちカルビ、上カルビ、特上カルビ。いいですか、30超えたおっさん食べて。でもやっぱ最近結構年取ってきて、カルビ系のその脂の多い部位食うと結構重くなってくるんですよ。でやっぱいいのだと食えるって感じの胃になってきたので、今回これ食べてどんだけいいものなのかっていうのをちょっと吟味したいと思います。はい、極みユッケ、ありがとうございます。これやばいっすね。これはやばいですね。うわ、極みユッケ。じゃあ先にちょっと、はい、すいません、皆さんいただきます。させていただきまして、いきます。うわ、これ画面でどう映ってます？これやばいですよね。また個人的になんですけど、粗切りよりもこういうねっとりしたタイプが好きなんで、ちょっとこれめちゃくちゃ好みだと思うんですけど、いただきます。うまっ。これやばいですね。ユッケだったら4キロぐらいだといけんじゃないですか。皆さんぜひあのお店さんの方でね、このユッケ食べてください。めちゃうまいです。はい、ということでもう一瞬でございますね。こんな感じでユッケは完食させていただきました。お、来た。失礼します。極み炭塩。うわー、ありがとうございます。分厚。この極み炭塩の厚みとんでもないんですけど、こっから見たら300ですよ。そっちから見たらもう、え、大ライス。大ライス、ありがとうございます。僕何も言ってないですけど、大ライス到着しました。いいじゃないですか。いいっすね。最高ですね、この仕事。うわこれもう音と見た目でもう反則っすね。あー、今日マジで何にも食ってこなくてよかった。ちょっと一回行きます。いや、めちゃくちゃいい匂いするな、もうすげー食いたい。いや、ちょっと一枚こんな感じでいっちゃっていいですかね。うわ、やばい。これやばいっすね。これレモンとかつけてもいいんですけど、まずこれそのままいっていいですか。いただきます。うまっ。脂もしっかり乗ってるし、味付けももうベストなしょっぱさというか、最高にうまいんで、ご飯すげえ進みますわ。もうレモンとか全然いらないですね。うまっ。2枚の肉で大ライスもう半分ないじゃない。待って、これやばい。脂がね、かなりしっかり乗ってるんで、表面がね、カリッと焼けるんだけど、中はレア、表面カリ、最高にうまいわ。うわ、極みロース。こちら
ちら炙りロースで、ちなみにあの大ライスもう一個いただいても大丈夫ですか、はい、ごめんなさい。めちゃくちゃあのおかわりがベストなタイミングで到着しました。こっちのね極みの方は片面10秒で OK で、こっちの炙りの方も本来生でも食べれるぐらいいいお肉らしいので、これさっと炙る程度らしいんですよ。でひとまず炙りからいきます。まあそうですよね、極みの方が一応ランクは上っぽいので値段的に、こっちからいってみますか。はいはい、もううまい。ああもういいでしょうこれ。ちょっと火入っちゃうんで2枚とも揚げちゃいますね。これやば、炙りやばいよ。いやマジでちょっとこれ皆さんいただきますね。うわいわゆる巷で流行ってる人気で美味しいって言われてる炙りロースのお寿司とかあるじゃないですか、あれよりも全然柔らかくて上質な脂です。でかつやっぱり味付けはしっかりタレできてるんで、ライスでもお酒でもめちゃくちゃ進むと思います。あのごめんみんなマジで、あの今見てる方案件っぽいなって思ってる方いると思うんですけど、マジでうますぎてこれ出てるだけなんで、本当にね一回食べに来てください。こんな肉ないよマジで、全然ほんとマジで案件とか抜きで普通にもう一回行きたいです。忘年会行きます？あ、忘年会いいですね。ノック持ちで大食いの方は3人までにしてください。会計がやばいです。うん、ちょっと痩せました？痩せたんすよ。痩せましたよ。痩せたんですよ。だいぶむくみとかは解消されてる気がするんですけど、もう今日で終わりですダイエット。もう今日で終了です。うーん、うまっ。すいません、大ライスお願いしてもいいでしょうか。あれオールフリーまで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。うわこれですよ。ちょっとライスとビールもあるんでこれいっちゃいます。極みのロース、これやばいっすよね。うわうわ、10秒だから割っとかないと、割っとかないとベストを逃す。やばい、忘れてた忘れてた。あ、10秒10秒。うわー、これこう、うわあ、だだうわやばい、いただきますこれ。これロースですか、これは本当にロースですか。うわうわうわもう全く僕の知ってるロースじゃないです、別次元ですね。ちょっと一番食います。ちょっとねもうこれいいダメ、一人で食ってたらダメ。準備 OK です。 OK ですか。はい、でいきますよ。どうですこれ。そうですか。ちょっとこれうわっといきますよ、いきますよ。はい、はい、いきますよ。はいはいはい、頑張って、行って、行っちゃって、ちょっと行ってきます。行ってきなさい。やばいですか。いやマジやばいですよねこれ。これは美味しいです。めちゃ美味しいですよね、うん、いやなんだろうこれ、なんて美味しいんだろうこれ。うんうんうまっ。ちょっと最後にこれいいですか、これ極みもったいないじゃないですか、これこういうことじゃないですか。そういうことですね。これ絶対こうですよね。いくよこれ。やばいよ俺。150点。俺も150点。おお。すごい。こ
これが今回の通販の商品のメニューになるんですかね。え、こんなに贅沢なんですか。ふるさと納税でもこんな来ないですよいい意味で裏切られたっすね。じゃあちょっとあの大ライスお願いしてもいいでしょうかまずは波のカルビからいきます。こんな感じでございます。波でもうまそう。いや結構ありますよ。綺麗に盛っていただいてたのでちっちゃく見えてますけど、これこの密度ですからね。この密度今いただいちゃっていいですか。これ枚数も多いんでちょっと2枚贅沢食いで見えるかなこれ。あーもう見えてるねこれ。いやちょっとこれいただきます。絶妙。一番いい塩梅。もちろんこの光栄たちがいるんで各部位違う良さがあると思うんですけど、普通のカルビは柔らかいんですけど、いいそのカルビらしい弾力残しながら溶けていくっていう、これで特製でも何でもないですよね。あの普通に食ったらこれ特製だと思います。今日の焼肉天井知らずですようまっ。なんでこんなうまいんだよ。うわカルビ食べますか。いいんですか。もちろんですよもちろんですよ。うわこれ食べちゃってくださいこれ。はい、まあね、今回の小川さんの表情を見て僕が嘘だったか本当だったか、まあ案件受けてる人だからこの人もいい顔するんだけどいいんですか2枚いっちゃってくださいよ。いただきます。今のはちょっとやってるこれうまいよ。この撮り方ほんと良くないよ。いい焼肉でこういう撮り方は本当に良くない営業時間が始まるケツがあるんでちょっと急ぎ目でね焼いてますんで、大食いといえど普段こういう焼き方しないですから、今回だけなので許してくださいいやーこれはいいお肉、いい焼肉って本当人生のご褒美になりますね。これが通販で買って冷蔵庫にあるタイミングだったら上司にひどいこと言われても、俺にはいい焼肉は家にあんだぞって強気に出れますよということで、ただいまですね通常のカルビ完食させていただきましたので、これめちゃくちゃうまそうですね。絶対うまいですねこれ。ちょっと先に小川さんに燃えときますね。じゃあちょっと肉乾杯しますか。じゃあ一緒に。よし。うわー全然違う。うわうめーうめー。子供とか食ったらもう飛び跳ねますね。大好きだ。これ米っすよ。中落ちになってくるとやっぱりしっかり甘いですね。油の感じが。ああ。うん。やばい、タレずっと一回も使ってないうまい。うわ味っていらないもんな。タレの味で米食うわけじゃなくて肉の味で米食ってるんですよね。でそれがすごくてマジでうまいですね。ご自宅で食べる時もお米いっぱい炊いといた方がいいですね。うん、3人から4人の家族だったら5合は炊いた方がいいです。5合。いや多分なくなると思いますよ。こんだけうまかったら絶対なくなると思うんだけどな。うまっ。じゃあこれね、中落ちも完食でございます。じゃあ次上いっちゃいますか。このしずる感ですよ。これたまんないですね。よっ。ああ全然種類によってカットの仕方も違うんで、同じねカルビ4種類でもこんだけ部位によって違うんだったら本当にこだわってんだなってなんとなくわかりますよね。いやちょっとでもただ食うんじゃあれなんで、これで肉巻きいっちゃっていいですかねこれ。あやばいこれちょっといただきます知ってしまったらダメだこれは中落ちでもあんなに甘いと思った油がさらに上品な油になってますね。でまたこの厚みのカットなのに全然硬くないです柔らかいんですけど肉の弾力ではなくてタンにも近いようなサクッとした食感とかも脂身にあって、それがねすげえうまい。脂身ってこんなうまいんですね。ちょっとこれに
これじゃないですか。いや最高っすねこれ。うまっ。ちょっとまたね、大ライスも完食させていただきました。最後特選こんな感じっすよ。ちょっと小川さんの分も流していただきます。本当ですか。はい、こういうね、いいものは独り占め良くないので何回も言いますけど、うわぁうわぁ、じゃあちょっと行っちゃいますか。じゃあちょっと特選もいただいちゃいましょう。いただきます。なんだこれ、うまっ、うまい。なんかこうやって美味しいお肉をいただくと、柔らかいだけが美味しいんじゃないんだってマジで思うんですよ。やっぱお肉らしさもありつつ柔らかいで、かつ脂も甘い。こんなんいくらでも食えますよね。いやーこれちょっと、これはこれラスト。じゃあです。じゃあまあひとまずですね、まあ、あの告知宣伝をする前にごちそうさまでしたということで、ということでですね、本日は聖郷さんでとんでもなくうまい焼肉を食べてまいりました。みんなね忘れてると思いますけど、このお肉通販で買えるんでございます。後半の方にいただきましたカルビ4種がセットになった焼肉セットとなっておりまして、通常で買っても 17,820 円。ただ今回の動画ですね、概要欄を見ていただくと URL あると思うんですけれども、そちらから購入していただきましたら、なんと冗談のような話ですけど半額です。あの僕も案件何個も受けてますけど半額聞いたことありません。あとは送料が無料です。送料も無料。はい、なんとびっくりしたんですよ。僕送料も無料なんだと思って。送料も無料、普通そこでマイナスした分取るんじゃないですかそこで利益を取るシステムだと思うんですけど、そこも無料。あのあれですね、頭おかしいですね今日の仕事頭おかしいわまあ確かにいいお肉だとしても1万円超えのねお肉買うにはちょっと躊躇すると思うんですよ。ただ今回の機会だけ1万円を切る半額で、しかも送料無料で買えますので、もうね悩まれてるんだったらもうすぐ概要欄開いてポチってしてみてください。お店でいただく焼肉そのままの味が楽しめますので、ご自宅でねこのカルビ4種類楽しんでみてください。でまたですね、本日こちらお邪魔させていただいた聖郷さんなんですけれども、今回ね頼んだような商品単品でも注文できるんですけれども、食べログとかを見ていただければコースとかねいろいろ予約ができまして、まあもちろん仕入れによっても内容は変わるらしいんですけど、コースでしか食べれないようななんか飲める牛丼とか、コースならではのメニューもございますので、まあこれから忘年会とかの時期でございますし、ぜひね聖郷さんでコース料理ね予約して忘年会楽しんでみるのもいいんじゃないでしょうか。ってことで本日もご視聴ありがとうございました。この動画と思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。